ラブ15周年おめでとうございます2017シーズンは自分はルーキーイヤーで最後奇跡のような勝ち上がりもあり、まあ、僕のゴールで昇格決めてみたいなもんなんで素晴らしいシーズンでした。で最近は、まあ、埼玉もすごい暑くなってきて厳しい練習してますけどすごいいい土地で楽しめてます。8月29日長崎に行けるよう僕頑張るんで試合楽しみにしてます。また会いましょう。クラブ15周年おめでとうございます。ビファーレ長崎というクラブの15周年の中に、僕も携わることができて本当に誇りに思ってます。今までも困難な時期もありましたと思いますけどまだまだこれからビファーレを発展していかなくちゃいけないと思いますし、発展できると思うので、一緒に J リーグ界を盛り上げていきましょう。2017シーズンは本当に自分の中で、大きな思い出となっていて、サッカーのできる喜びとか、周りの方に支えていただいてくださる本当の感謝の気持ちとかみんなが一つになって成し遂げるために大きなエネルギーとなってそれを目標に向かって邁進していく力っていうのは本当すごいなっていうことも気づいたし非常に、思い出深い一年です。コロナの影響でなかなかサッカーもすることができなくて本当に今回もサッカーできる喜びとかまず健康でいることの大切さとか本当に感じましたし、まあ、これからシーズン始まるに向けてよりいい準備していきたいと思いますしいろんな方に支えられてサッカーができているんだっていうことを忘れないようにして取り組んでいきたいなと思います。2017シーズン、2018シーズンと本当に熱い応援ありがとうございました。まあ、今でも、お手紙もらったりして本当にサポーターの方々から応援されていることが本当に嬉しいですし自分の中にとっての誇りです。まあ、これからも、サッカー選手として、しっかり頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。松本山雅 FC の乾大地です。ビバーレ長崎に関わる皆様15周年おめでとうございます。2017シーズンは僕にとって特別な年であり昇格も味わい僕自身、子供も生まれとても印象に残るシーズンでした。僕は今松本山雅 FC で、一生懸命頑張ってます。 J1 目指し頑張ってます。また長崎の皆様と戦える日を楽しみにしています。こんにちは、Juan Mades。Felicidades por estos 15 años de historia en el fútbol. Bueno, estuve dos años en Nagasaki, un año subimos a la primera división, hicimos historia subiendo a primera división y bueno, estoy muy, muy feliz de entrar dentro de la historia de Nagasaki.Y este año estoy luchando en otro equipo, pero bueno, le deseo mucha, mucha felicidad. Y para los fans, le quería dar las gracias por los dos años, por el cariño que me han dado siempre de todos los partidos y por el apoyo. Muchas gracias. Konnichiwa, Bifaren Nagasaki no Yoshioka Masakazu desu. Bueno, o hiru ni Gran Pass toアビスパの試合があっての結果が分かった状態で勝てば昇格できるっていうことだったので、まあ、すごく僕自身はあの一番でスタメンで起用されることにすごい緊張したのを覚えてます。やっぱり J1 でもう一度長崎として戦いたいのでそこに戻るというか J1 に居続けるために今年のリーグ戦しっかり戦ってチームの基盤というのを作っていきたいです。皆さんこんにちは、サンフレッチェ広島増田拓也です。クラブ15周年おめでとうございます。
その中の2年間、選手の一員としてプレーできたことを誇りに思います。本当におめでとうございます。2017年シーズンは、J1 昇格を決めた年にもなりましたので、僕自身、全試合フル出場することができて、なおかつ J1 昇格を決めれて本当に素晴らしい経験になりましたし、昇格を決めたホームの試合で本当にサポーターの皆様と選手と一つになってその大きな目標を達成できたことが本当とても嬉しく思いますし、一生忘れられない思い出になりました。感謝しています。今現在7月4日の再開幕に向けて日々トレーニングを行っています。少しでも明るいニュースを長崎に届けれるように、今年は広島で頑張っていきたいと思います。皆さんも、苦しい時期が続いていると思いますが、J2 の、開幕も迫ってきていますし、長崎の選手たちが少しでも長崎を明るくしてくれると思います。僕もその応援する一人として長崎を応援しています。またいつか皆さんと会える日を楽しみにしています。本当に15周年おめでとうございます。島田ゆずるです。田上大地です。ビバーレン長崎クラブ創設15周年誠におめでとうございます。おめでとうございます。2017年シーズンは序盤クラブの苦しい時期を高田明さんをはじめとするジャパネットの皆さんに救っていただいて、そこからチームが一つになって前に進み続けることができました。最後のサネキ戦では、本当にクラブだけじゃなくて県民長崎県民が一つになって、J1 昇格を勝ち取ることができて最高の思い出ができました。今月末からリーグも再開して、リーグ再開後からいい活躍ができるよう、僕も島田選手も頑張っています。長崎サポーターの皆さん、一緒に J1 復活できるように、お互いに頑張っていきましょう。こんにちは、ビバーレン長崎澤隆です。ビバーレン長崎15周年という記念の年に、在籍できて、そしてプレーできることをとても嬉しく思います。まあ、この15周年という年にまた J1 昇格目指して頑張っていきたいと思います。満員のスタジアムで、まあ、こんな J1 昇格を祝えて最高だなっていう気持ちがしましたね。まあ、やっぱり J1 昇格っていうのを目指して、で、まあ、J1 に定着するようなチームになっていければと思います。皆さんこんにちは、栃木 SC の田橋亮太です。この度クラブ15周年おめでとうございます。その中で自分が7年間、在籍できたことは本当に嬉しく思い、誇りに思っています。その7年間でも、2017年シーズンというのはとても印象深く、チームの、まとまりだったり長崎県の、一体感、熱量というのは本当に今思ってもすごいものがあったと思います。開幕の長崎戦はいけなかったんですけど、栃木での、長崎 との対戦本当に楽しみにしています。これからビアーレ長崎はもっともっと大きくなると思いますので、皆さんサポーターの力で支えて、世界に羽ばたくビアーレ長崎として、頑張ってもらいたいです。おめでとうございます。皆さんこんにちは、ビアーレ長崎普及インストラクターの前田雄介です。狙ってました。であそこにこぼれてくる段階でもあの場所に走ってましたし、走った段階であそこでシュートを打つコースが見えたという、まさにサッカー選手で1回はあるかないかの、もうそのシュートがあの1本
に出たんじゃないかなと思ってます。いやあれはもう本当にしびれましたし、鳥肌が立ちましたし、最高の雰囲気を作ってもらったことに非常にもう感謝してます。死ぬまで忘れられない試合、またゴールだったっていうのはもう間違いないですし、僕個人としてはもう財産だし宝物にしていきたいなと思います。15周年という年月が経っているわけで、その中でいろんな方々に支えられて今があると思っているので、その今までのやってきたことを無駄にしないように、今後もっといいクラブになっていくであろうクラブを、支えていければいいなっていうふうに思ってますし、まあ、僕が経験やれ長崎で経験させてもらったことをこのクラブに最大限尽くして恩返しができればいいなっていうのと、あとはやれ長崎に関わってくれる方々にもまた感動と夢と感動を与えられるように、僕も一人のやれ長崎の一人の人間として頑張っていきたいなと思ってます。皆さんこんにちは、今アンダー18の監督をやっております村上雄介です。僕正直、いやそのチームがもちろん勝つっていうのは勝ってほしいっていうのもあったんですけど、その後のセレモニーのことずっと考えてて、スピーチをしなきゃいけない、スピーチをするっていうので、その挨拶もちょっと考えながら試合を見てたってもあるんで、まあ最初点取った時に、おこれはもう昇格用のスピーチだなと思いながら、で今度後半点取られて、あれちょっとこれは保留のスピーチかなっていうのも考えつつ、で2点目もう舞ちゃんが取って、あもうこれ完全に昇格のスピーチだな、最後ひじりがもう決めてくれて、余計にもうなんかその準備をしてた記憶しか僕はないですね。ただもう試合はすごい2万2000人の中、すごいいい環境の中できてたんで、もうあの中負けるって雰囲気はなかったですし、なんでもうスピーチのことを、申し訳ないですけどスピーチのことを考えてました。もう選手から村上げろよって言われてくれて、それはすごく嬉しかったんで、まあ、普段からこう重りを、ね、筋トレしてこういう練習してたんで、最後はやって上げれたのがすごく嬉しいですけど、まあ、本当になんか嬉しかったです、個人的にも。でチームが勝ったので嬉しかったっていうの、そのチームの雰囲気も良かったですし、しかもそれで僕個人的には引退できたんで、なんかすごくいい思い出で、いいサッカー人生を終えれたので、はい、すごく印象には残って